こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日はですね、耳管開放症についてです。耳管開放症です。これは症状で言うと、音が響いて音がうるさくて耳が痛いとか、あとは耳がこもるだったりとか、あとはですね、もちろん耳鳴りがするとかもちろんそうなんですが、主には聴覚過敏ですね。そういった耳管開放症に関しての3つの原因と、その3つの原因に対する対処法をそれぞれしっかりとお伝えしていこうかなと思いますので、そういったことでお悩みの方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、では耳管開放症とか聴覚過敏についてですね、うちの患者さんでよくあるのは、例えば駅のアナウンスの声がものすごいうるさく響いてるとか、あとは結構ひどい人だとシャワーの音、水の落ちる音とかが耳に響いて痛いとか、お皿とお皿の当たるカチンって当たる音がもううるさくてもどうしようもないとか、グラスももちろんそうですね。あとはもちろん耳の詰まり感、こもり感があるっていう方ですね、こんな症状があります。で、実際にですね、これって病院に行くとなかなか薬で治るってものじゃないんですね。それ用の薬ってなかなかないんですよ。耳管開放症用の薬ですね、それがなかなかないので、うちでもですね、たくさんの患者さんがいらっしゃっていて、すごく困ってる。それこそ日常でこう耳栓をつけながら生活したりとかっていう方もいらっしゃるので、今日はですね、その耳管開放症の3つの原因と、それに対する3つの対策、そこまでお話をしていきます。で、どんな原因で耳管開放症になるのっていうと、この1つ目なんですが、これは鼻ですね。鼻です。で、2つ目顎です。顎。3つ目首のこり、はい、この3つになります。もう1回言いますね。鼻と顎と首のこり、この3つの原因から耳管開放症っていうのはかなり起きやすいんですね。なので、それぞれの対処法をまず説明していきます。まず鼻ですね。鼻に関してなんですが、耳管開放症っていうのは、要は耳管が普段であればある程度ペタッとくっついている状態です。それがちょっと開いてしまっている状態なんですね。この耳管っていうのは、耳の中耳と鼻のちょうど上咽頭あたり、鼻と喉の境目あたりですね、そことつながっている管が耳管っていう管なんですが、つまり鼻の状態が悪いと、そこの管を通じて耳に影響してしまう。なので、鼻が悪いとやっぱり耳管に影響するっていうことなんですけども、これ鼻はですね、もちろん花粉症とかアレルギー性鼻炎とか、あとうちだと上咽頭炎もその原因の一つです。なので、そういったことを改善していくっていうことが必要になってきます。そうなった時に、これがですね、意外と鼻炎薬とかそういったものだと解決しないことがほぼほぼなんですね。鼻炎薬っていうのは、鼻水とかそういったものをシャットアウト、症状を抑えるっていうだけなので、なかなか根本的に鼻の炎症を引かせたりとかっていうことではないんですね。なので、今日はその鼻の炎症を根本的に引かせる方法なんですが、これ一番大事なのは食事なんです。やはりですね、鼻の状態が悪いのに、それに対して悪化するような食事をどん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 取ってしまうと、いつまでたっても治らないというふうになってしまうので、まずはその悪化してしまう食事を避ける、それをなくすっていうところが一番の始まりになってきます。そこで大事になってくるのが、この動画でもいつも皆さんにアナウンスしてますが、辛いもの、そして脂っこいもの、そして甘いもの、最後にお酒、この4つをなるべく避けていくっていうところですね。全部美味しいやつじゃねえかと思ったと思うんですけども、でもね、これって本当に体に悪いんですよね。こういったものを取ってしまうと、体全体が炎症を起きやすくなってしまうんです。その結果、鼻の粘膜にも炎症が起きてしまって、耳管開放症につながってしまうっていうところなんですね。なので、もう一度言いますが、甘いもの、辛いもの、脂っこいもの、お酒、この4つをですね、もちろん全部一気にやめられるのがベストです。ただそれが難しいよっていう方は、まず何から始められるのかなというふうに考えていただいて、どん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 カットしていくっていうところが、この耳管開放症を治す上で結構これ必須になってくるので、そちらをね、やっていただければなと思います。そして2つ目、顎ですね。我々の言う顎っていうのは、ここではなくてここのことなんです。つまり顎関節、顎の関節っていうところですね。で、もちろん顎の関節っていうのは、こう耳に一番近い関節になってきます。もしくは耳抜きをね、したことある方はいると思うんですが、耳抜きのやり方に関しても、
顎にぐっと力を入れて耳抜きができるぐらい、その耳管のところと顎の関節っていうのは密接に関わってきます。なのでこの顎の状態を改善していくっていうところが耳管開放症を治す上でこれも必須になってくるんですが、方法としてはこれもですね、ぜひ私顎悪いなっていう方は低音障害型難聴の動画が僕の動画であるので、そちらでね詳しく顎の治療の方をね載せてますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、そこから一つ抜粋してお伝えしていきます。これ方法はですね、ここの耳の中に指を入れていただきます。はい、こんな感じで、指はねこっちの方向じゃなくて手のひらが前側になるように人差し指をまず入れます。で、奥までズボーっと入るところまで入れたらそこから前に押します。前に押す。これはもちろん音が響いている側の耳だけでいいですからね。で、そこから前に押した状態のまま口を開け閉めしてください。そうするとこの指先にですね、顎の関節がなんか動いているのが分かると思うんですよ。で、それが分かれば場所正解です。分からなければ場所がちょっと間違っているので、もう一回動画見直してください。奥までズボッと入れて前に押して、これを10回から15回やって、それは3セットぐらいですね、朝昼晩やっていただくっていうのがポイントです。これによって顎の関節が調整されてくるので、耳管開放症にとても効きます。本当、人によっては即効性があるっていう方もかなりいます。ただ中にはもちろん顎が悪いことが原因だけじゃなくて、他にも鼻もいろんな要素が組み合わさっている場合はこれだけで改善しないんですが、これは結構必須になってくるので、ぜひこれはねやっていただければなと思います。最後に首の凝りですね。首が凝っているとですね、これも耳とか鼻とかに血液が行きにくくなってしまうんですね。で、血液が行きにくいということはどういうことかというと、人間炎症を引かせたりとか治すときには当然血液で新鮮な酸素とか栄養とかを送り込んで治癒力を働かせて、治癒力を最大限に引き上げて治すっていうことをやってるわけです。で、血流が悪いとなるともちろん栄養とか足りずに治らないっていう風になってくるので、それを助けてあげるのが首のこりなんですね。首のこりがない状態だとスムーズに耳の方まで血液が流れてくれますので、今日は首のこりの特に耳管開放症に関する首のこり、それをですね解決する方法をお伝えしていきます。まずですね、どっちかの耳、まあ、両方の場合両方でいいんですけど、例えば右の耳がすごく音が響いて、あと耳が痛かったりするよっていう場合は右手をやってください。そうするとね、右の首の凝りが取れますので、まず右手をですね僕と同じようにこうやって前に出してください。その時の注意点としては、肘を曲げない、ピンと張ったままにしておくっていうのがまず一つ目のポイントです。そこから反対の左手を使っていただいて、人差し指、中指、薬指の真ん中3本をググッと手前に引いていきます。その時もですね、ポイントは第一関節をこんな風に外した状態ではなくて、第一関節をしっかり決めてください。で、これピタッと止まるところまでしっかりと伸ばしていきます。この辺すごい伸びます。そこからですね、親指と小指をギューッと近づけてきます。で、3秒から5秒キープ、1、2、3で戻す。で、もう1回グー、1、2、3。この時にですね、結構頑張ってグーッとやりすぎて肘がこう曲がってくるケースがあります。これだと全然効かないので、しっかりと肘は伸ばしておきましょう。もう1回いきます。1、2、3、 OK です。はい、これだけです。これだけ取れるのっていうね、結構半信半疑の方いると思うんですが、取れるんですね。どこが取れるかっていうと、こう耳の下のあたりですね、ここが取れてきます。で、確認したいよっていう方はですね、悪い耳側ですね、それにまず首をグーッと、これ回旋って言うんですけど、右に振り向いてみてください。この時の可動域をよく見てください。どのくらい回るかな、どのくらいまで見えてるかなっていうのを見ていただいて、さっきのこれをやった後にもう一回向いていただくと、これ可動域が良くなってますので、で、可動域が良くなるということは、それだけ筋肉が緩んでるから動くようになるということになってきます。なので、この3つ目の首のこりを取ることによって耳管開放症を解決する、これもですね結構必須になってきますので、やっていただければなと思います。この3つ、鼻、顎、首のこり、どれも本当に欠かせないものになってきます。うちでもですね、治療の時にそこは必ず見ていくポイントだし、そこから着手をしていきます。そうすることによって、実際に耳管開放症でなかなか治らなかったっていう方は今までいないので、そういった風にですねコツコツとやっていただくと、皆さんお一人でももしかしたら治せるかもしれないので、ぜひ
コツコツ毎日できる時にいつやってもいいです。かなりたくさんやった方が、もちろん治りもいいので、気づいた時にたくさんやるようにしていただければと思います。あとはですね、ちょっと余談なんですが、時間解放症はさっき鼻が大事だよっていうふうに言いました。でアレルギー性鼻炎、花粉症だけじゃなくて、その上咽頭炎っていうのもちょっと言ったと思うんですが、この上咽頭炎を持っている方っていうのは結構くせ者になってきます。なので上咽頭炎って何って初めて聞きましたっていう方用にですね、僕の書いてる本をですねまとめた動画があるので、そちらをちょっとご覧いただければなと思います。あのコメント欄もしくは概要欄の方にリンクを貼っておきますので、時間解放症で悩んでいる方はぜひそっちもね見ておいた方がおそらくいいんじゃないかなと思います。もしかしたら他の体の不調も解決するかなりのキーポイントになってくると思いますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。こんな感じでですね、このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。少しでも役に立ったよっていう方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただけると、動画投稿のモチベーションにつながりますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。